戦が第1セット始まりました。現在2対0でサントリーがリードしています。3回戦総当たりで12月から行われている日本リーグ、いよいよ残りあと4試合を残すだけになっています。毎週白熱した試合が続いています。そして日本のバレーボール界にとりましては、来年のソウルオリンピックの出場権がかかりました。その代表権を目指す大事な年になっています。すでに今年の新しい全日本選手が決まりました。日本高官から笠間、井上両選手が選ばれています。今日はその両選手の活躍を中心に、日本高官対サントリーの一戦をご覧いただきます。放送席解説はロサンゼルスオリンピックの全日本監督、中野直弘さんです。中野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。その笠間、井上両選手がどんな活躍をするか、今日の試合楽しみですね。そうですね、笠間君はですね、今ちょっと、指の怪我をしてるんですがね、これをしての出場、はい、非常にですね、楽しみですね、はい。そして試合の方ですが、どんなところが見どころになりますか。やっぱりですね、はい、サントリーは非常にブロックがいいですからね、はい、今ブロック率1位のですね、上田君、はい、彼も非常にこれ成長株の一人なんですね、はい、ですから彼がですね、古川君のですね、はい、トスワークをどう呼んで、どうそのブロックするかというところでしょうね、はい、逆に日本高官としてはその古川のトスワークが鍵になるわけですか。そうですね、はい、大変楽しみな一戦、現在4対0サントリーがリードで日本高官作戦タイムですが、今日もコートサイドからは宮城薫さんがリポートを入れてくれます。宮城さん、はい、先ほど井上笠間両選手に全日本に入れて感想を聞いてみたんですけれども、はい、2人ともとにかく選ばれて大変光栄です。期待に応えられるように頑張りますと意気込みを聞かせてくれました。そうですか。そして今日は井上選手に関するコートでは見られないいろいろな表情も伝えていきたいと思いますので、はい、ご期待ください。楽しみにしてますよ。得点は4対0サントリーがリードしています。それではお知らせの後、試合の方をじっくりとご覧いただきましょう。この番組は日興グループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。奥野のサービスエースが出まして、得点は4対0から7対0に変わっています。第1セット立ち上がり、サントリー快進撃です。笠間がバックからチャンスボールが返ってきました。サントリーチャンス、バックアタックフェイント、奥野、日本交換つないでいます。センターから井上、押し込んだ、決まりました。サイドアウトです。それでは両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。日本交換は1番野村、3番井上、4番笠間、5番古川、7番澤田、12番新井といったメンバーです。一方の右サイド、サントリー1番奥野、5番山本、8番阿部、9番佐藤、14番上田、15番ポール・グラットン、これがサントリーのメンバーです。試合は7対0とサントリーが大きくリード。ブロックが出ました。阿部にブロックが出ました。サイドアウトです。スローで見てみましょう。中野さん、いかがですか。いいところ出てますね、はい。阿部君は身長は197ありますからね、これから期待できる心理じゃないでしょうかね、はい。それにしましても第1セット、サントリーがお得意のブロック、そしてサーブで日本交換を崩して快進撃ですね。そうですね、はい、7対0サントリーがリードしています。今日はね、はい、1番の奥野君がよく当たってんですね。そうですね、はい、サントリーに入って4年目、かつては全日本選手としても活躍しました奥野がなかなかいいプレーを見せています。日本交換、新井、レフトからのクロススパイクです。この新井選手は東北高校から日本交換に入って3年目、日本交換の若きエースとして期待されています。なかなか1点が取れません日本交換。サントリー14番の上田がレフトから決めました。この上田選手は現在ブロック賞部門でトップを走ります。そしてこちらが日本交換のセンタープレーヤー、全日本選手の井上、グラットンのスパイクサーブ、日本交換レフトからキャプテンの野村が決めました。日本交換ですが、これまで日本リーグでは4回優勝しています。日本のバレーボール界を引っ張ってきました名門チーム。サントリー切り返します。
5番の山本打てるセッターです。日本交換井上。一方のサントリーはカナダナショナルチームのエースポールブラッド、そしてブロック賞部門トップの上田、奥野を中心としたチームです。7対0とサントリーがリードしています。1番の奥野決まりました。ギリギリいっぱいのところ。確かに今日の奥野の動きはいいですね。いいですね、一方ですね、交換はですね、非常にこの攻めは単調ですよね。そうですか。今みたいにですね、センター攻撃を使ってそしてレフトを行けばいいんですけどね、今センター攻撃がちょっと少ないですね。はい、7対0とサントリーがリードしています。9番の阿部が押し込みました。佐藤が押し込みました。そして澤田、サントリーはレフトから佐藤、日本交換拾っています。センターから澤田です。澤田が思い切ったジャンプをしましてセンターからのスパイクを決めました。日本交換がようやく1点を返しました。佐藤、その前にパッシングザセンターラインがありました。サーブ権はサントリーです。サーバーは奥野、先ほどサービスエースを上げています。このサーブレシーブも見られました。日本交換、レフトから澤田、スパイクはギリギリいっぱいのところに決まっています。まあ日本交換なんですが、笠間選手が手首甲のところを骨折いたしました。その痛みをこらえての出場、そして野村選手も腰の具合がちょっとということで、まあ、怪我人が多く傷だらけのリーグなんですが、今日はいかがですか。そうですね、はい、まあ、野村君はですね、まあ、もちろん打てますしね、守備がいい選手ですからね、もともと器用な選手ですね、はい、ファイターでありますしね、ですから、まあ、野村君がですね、どうこの交換をまとめていくかですね、はい、これも楽しみですね、はい、山本トスアップ。15番のポールブラッド、日本交換澤田、もう一回今度は新井、ワンタッチありました。新井のスパイクが決まりました。日本交換が2点目、2対7、ここでじりじりと追い上げようという日本交換です。サーバーは澤田、ツーで返しました山本です。この山本君も非常にいいセッターですよ、はい、身長が182センチ、名城大学からサントリーに入りましたルーキーです。あ、上田のいいブロックが出ましたね、はいはい、さあ見てみましょう。この上田選手のブロック、どんなところがいいんでしょうか。まあ、幅が広いですよね、はい、両手をもう奥をパンとこう広げてますからね、ですから、まあ、ブロックが非常にこう幅が広いということじゃないでしょうかね、はい、大子監督は相手の攻撃に対する読みがだんだんこう深くなってきたと話してましたね、はい、ですから、まあ、今クイック決めたんですがね、あともう少しですね、はい、まあ、両サイドにもう要するに左右にですね、もうコースを丁寧に打っていく、A クイック、B クイックを打ったらいいと思いますね、はい、そうですか、はい、まあ、攻撃の面でちょっとまだ甘さが、あるみたいですね。そうですか。日本交換、笠間が切り返しました。そういった面が克服されますと全日本に選ばれる日も近くなるんですね。もう近いですよ、はい、楽しみな上田選手です。これはアウトになりました。得点は8対2、サントリーが6点リードしています。古川、片手トス、そしてレフトから1番の野村です。野村が前衛に上がってきています。この人はなかなかキレのいいスパイクを打ちます ね、 非常にキレがいいですね。日本交換の前衛には野村、井上、そして澤田通ります。ブロック、井上のブロックが出ました。日本交換3点目、全日本選手の井上ブロックポイント。去年のリーグでは敢闘賞を取っています。井上、日本交換にサーブミスが出てサーブ権はサントリー、サーバーは山本。大
イレクトで打ちました。8番の阿部、ここで日本交換、島岡監督作戦タイムです。もう自分たちがやることきちんとやろうや。それからサーブがね、真ん中にどん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 集まってて、コンビでボンボン攻められてるから、やっぱりもう少しサーブを頑張ってエンドラインの深く打って崩さないとダメだ。それで相手がどっから打っていくかをよく見て、それでブロックができるんですよ。いいか、さあいいか、こう一つずつ慌てないでゆっくり1点ずつ取っていくから、ひっくり返せるから、いいか、どんどんこっちがやることやろうや。はい、なかなか自分たちのバレーができなくて、島岡監督もちょっと苛立ってるようですね。そうですね。しかしここまで見ていますと、サーブで随分崩されてますね。ですから今逆に言えばですね、そのサントリーがですね、サーブがちょっとこうサーブカットが入ってますよね。だからその差じゃないかと思いますけどね。その辺を早く立て直したい日本交換です。サーブ権を奪い返しました。8番の阿部が決めています。筑波大学からサントリーに入りましたルーキーの阿部、9対3とサントリーが6点リード。日本交換、澤田の移動攻撃です。この選手も今年になって成長しましたね。そうですね、澤田新井っていうのが、はい、伸びてきましたね。そうですね、10月のイタリア遠征で一段と力をつけてきました日本交換の澤田、その澤田決まりました。レフトからの豪快なスパイクです。7番の澤田です。見てみましょう、得点は9対4、サントリーが5点リードしています。交換がギリギリと追い上げています。その差5点になっています。ネットに引っ込みました。東田さん、はい、宮城さん、どうぞ。今日は観客席の方にですね、ポール・グラットン選手のフィアンセの、はい、マリー・フランセンさんという方がいらしてまして。そうですか、はい、はい、彼女がいると、あ、この方ですね、はい、彼女がいると、このポールも顔色が違うと大監督が言ってました。そうですか。日本交換ポイントで5対9になりました。サントリーが作戦タイムです。5秒の中でゆっくりというタイミングで、ラリーが続いていましたが、その前に日本交換にパッシングザセンターラインがありました。ちょっと日本交換の選手がアピールしています。これは、あ、変わりましたね。サントリー側にあったんですね。サントリー側にあったんですか、はい、はい。従ってサーブ権は日本交換。サイドアウトです。日本交換のセッター古川、今日の古川のトスワークはいかがですか。あまりこう目立っていいっていうことはありませんね、はい、やはりサーブレシーブがセッターのところに入りませんと、古川 の持ち味が出ないのかもしれませんね。そうですね、はい、ですからきちっとセッターの古川君 のところに入ってですね、それから、はい、いろんな仕事ができるわけですからね。そうですね、はい、日本交換のピンチサーバーは川野です。笠間がベンチに退きました。日本交換ブロックポイント、12番の新井です。6対9と日本交換じりじりっと追い上げます。山本、そして奥野、ポイントを落としました。今日の奥野君はよく見えてますね、はい、冷静にやってますね。レフトからそしてライトから移動攻撃を得意にしています奥野です。ここでサントリーメンバーを変えます。上田に代わって6番の竹本がピンチサーバーです。ここはサーブで崩して日本交換を突き放したいサントリーです。レフトから野村、1番の野村です。すぐサーブ権を奪い返しました日本交換。サントリーは奥野、
今日は高い決定率を上げています。奥野、日本交換、澤田サイドアウトが続きます。得点は9対6、一時は7対0とリードしていたサントリーですが、日本交換がじりじりと追い上げています。山本、8番の阿部です。日本交換、澤田なかなか機動力があります。キレのいい攻撃を見せます澤田。そして日本交換メンバーチェンジです。河野が11番の川野が前衛に上がってきたところで笠間がコートに戻りました。東出さん、はい、宮城さんどうぞ。笠間選手なんですが、まだ左手の骨折が完全に治りきっていないそうで、はい、普通の人だとレントゲン見たら怖くてプレーができないような状態なんだそうです。さすがに全日本に選ばれる選手だけのことはあるなと思いました。そうですね、その痛みをこらえて頑張っています。先週の日本タバコ戦でも大活躍を見せました笠間です。古川トスアップ、そして時間差攻撃、7番の澤田。さあ今あの交換は非常にあのカットが良くなりましたね。はい、ですから古川君トスが生きてます。そうですね、日本交換の持ち味が出てきました。12番の新井です。さあこれはサントリーはやっちゃいけないんですね。はい、7対9 2点差になりました。レシーブするサントリー、サーブレシーブがちょっと乱れています。ポールグラットン、日本交換ブロックポイント、セッターの古川のブロックポイントが出ました。8対9、あと1点です、ね、作戦タイムを取りますか、取りません。1点差に追い上げています。日本交換、ポールグラットンです。コートサイドではフィアンセのマリー・フランスさんが見守ります。このサーブレシーブもきちんと返った。一人時間逆さま、バックから奥野、交換、荒井、ペイント決まりました。ちょっとサントリーのタイムが遅いですね。そうですね、ベンチの大子監督、ポールグラットン、ワンタッチありました。サイドアウトです。今日の主審は西口明則さん、副審は中口隆さんです。サントリー奥野、日本交換、野村、ワンタッチはありません。ワンタッチありません。スパイクアウト、サントリーが10点目、10対8、得点を2桁に乗せました。日本交換、新井です。新井選手もなかなかパワーのある重いスパイクを打ちますね。188センチですが、なかなかパワフルなスパイクを見せます新井。サントリー奥野、押し込んだ。押し合いはサントリーの方が勝りました。8番の阿部です。11対8、ここでまたサントリーの方に流れが傾いてきました。そうですね、はい、ブロック出ましたね。はい、奥野のブロックポイント、今日はもう奥野君本当よく乗ってますよ。そうですね、ベテランの意地を見せます奥野です。12対8、日本交換、新井です。セッターっていうのはですね、この要するに
今日当たってる人、ラッキーボーイっていうのはですね、はい、早く、自分でこうしてですね、確認するんですね、はい、そしてそこにボールをずっと回していく、苦しい時にはそこでですね、はい、1点取っていくっていうのことをずっとそれは考えてないとダメなんですね。なるほどね。日本交換サービスエースです。9対12。そうしますともうセッターの山本はその奥のもう今日は完全にこう信頼してるわけですね。そうですね。ですから大事な時はおそらくマーサーですよ。はい、はい、ラリーが続いています。移動攻撃、1番の野村です。いいトスだ。はい、古川のトスワークが冴えてきました。日本交換10点目。サントリー大子監督2回目の作戦タイムです。一つミスした時にな、サーブミスもそうなんだけど、一つミスした時には続けてしないようにな。向こうの点が離れてるやつさ、まだリラックスさせちゃうからな。せっかく話したんだからこちらからミスを本当に続けないように頑張れよ。ほら、どうぞ。中野さん、ミスを続けないようにという大子監督ですね。そうでしょうね。はい、両チームともこれで2回の作戦タイムを取り終わりました。もう作戦タイムは取れません。12対10。第1セット大接戦になっています。7番の澤田、いいセーブ。ボールブラッドのファインプレー。1番の奥野、2段トスを澤田、決まりました。澤田の足の長いスパイクです。11対12。日本交換の前衛には澤田、井上、野村と得点力のある3人が揃っています。これもファインプレー。古川ファインプレー。ああ、しかしネットタッチがありましたか。惜しかったですね。得点は12対11。サントリーが1点リード。日本交換島岡監督、9番の佐藤です。今の井上君のプレーなんですけどもね、はい、自分でこうリバウンド取ってるわけですからね、自分でその処理をしなくちゃいけないんですね。その辺がまだ、ちょっとまだ若いんでしょうね、はい。14対11になりました。第1セットサントリーセットポイントを迎えています。笠間、古川、そしてライトからレシーブしています。サントリー奥野、決まりました。奥野のスパイクが決まりました。第1セット15対11、サントリーが取りました。セットカウント1対0。さてテレビ朝日ではこの秋ビッグイベントがありますが、これは宮城さんからお知らせをどうぞ。宮城さん、はい、この秋のジャパンカップ女子の世界大会のマスコット人形の名前を募集しています。今までもたくさんのハガキをいただいているんですが、ここにいくつか持ってきました。例えば八王子市の安藤由紀さんからはナンバーワンという意味を持ってナンバーワンくん、また大阪市の円福寺純子さんはジャパンカップのジャを取ってジャッキーなど、まあ、いろんなハガキが来ているんですが、いよいよ締め切りが3月2日の決心まで有効ということで近づいてますので、どんどんご応募の方お願いいたします。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。この後も熱戦をご覧ください。いいゲームになってきましたね。そうですね、白熱したゲームになってきました。日本交換対サントリー、第3セット9対12、3点差を追うサントリーです。コンビコーン交換、山本トスアップ、そして1番の奥野、拾った、ファインプレー。ブラッドン交換、野村、井上、左利きのライトからのスパイクが見事に決まりました。井上、新しい全日本の選手に選ばれています。井上です。9対12、サントリー、ブラッドン、決まりました。パワーあふれるスパイクです。日本交換レシーブできません。サントリーのブロックはアウトになりました。今古川のトス回しが良くなりましたね。はい、前半の続けて日本ブロックをやりましたね、あれから調子出てきたんじゃないでしょうか、ね、なるほどね、はい、ブロック、3番の井上です。
なかなか顔燃えろ井上ずるという横幕がスタンドには掲げられています。その井上は大活躍、押し込んだ。サントリー拾っています。奥野、それからアンダーハンドトス、井上、サントリー佐藤、はい、ラリーが続いています。古川、のスパイクはしかしネットを越えませんでした。オーバータイムスを取られました。レシーブする日本交換、つないでいます。さあサントリーチャンスボール、山本、そして移動時間差、ブラットン決まりました。サントリーポイント10対13、前衛に立ちはだかりますポール・グラットン、古川、そして澤田、センターから古川、今度は澤田、サントリーブロックポイント、3番の宮本、11対13、やっています。井上、これも拾った。サントリーファインプレー、15番グラッタンが決まりました。サントリー12点目、12対13、ここで島岡監督メンバーチェンジ、9番のつづらばらに変えて4番の笹間をコートに戻しました。日本交換としても必死のプレーを続けます。1点差に追い上げられています。笠間のバックアタック、サントリー拾った。ブラットン、どうか、入りました。ギリギリいっぱいのところに入りました。13対13、第3セット、サントリー同点に追いつきました。このセットをどちらが取るか、この試合の行方を左右しそうですね。さあどうか、これは拾いきれません。7番の澤田です。今日は 80% 以上の決定率を上げています。上田、山本、そしてグラットン、日本交換ブロック、笠間のブロックポイントが出ました。新しい全日本の選手、笠間です。日本交換14対13、このセット、セットポイント、押し合い、拾った、どうか、ファインプレー。しかしパッシングがセンターラインですか。惜しいですね。よくレシーブしたんですがね。スペシンは中口隆さんです。いや本当よく言うならね、取ってほしくないですね。こういうインプレーが出た時は ね、はい、まあ、しかしこれはゲームだから仕方ないですけどね、はい、そしてコートが汗で濡れます。カカリンがコートを拭き終わりました。先ほどのプレーです。1番の選手が野村、ここでセンターラインを越えたという、はい、越えました。サントリー粘ります。13対14、1点差を必死に追います。しかしこれはボールは観客席に入りました。14対13、日本交換2回目のセットポイント。サーバーは澤田、サーブレシーブが乱れました。日本交換チャンス、花輪、レシーブはアウト。花輪のスパイクが勝りました。かつては全日本選手として一時代を築きました花輪、最後豪快なスパイクを決めて15対13、第3セット日本交換が取りました。セットカウント2対1、日本交換がリードです。セットサントリーが取りましたが、第3セット日本交換が取ってセットカウント2対1、試合は第4セット、このセットも接戦になっています。現在5対4と日本交換が1点リード。サントリーの上田です。ブロック賞部門でトップにつけています。上田、サーバーはグラットン、7番の澤田、アウトです。サントリー再び同点に追いつきました。5対5。
かなかこのセットはサントリーもファイトを見せてますね。そうですね。古川、そして井上のバックアタック決まりました。まあ、井上君がバックアタックがですね、はい、まあ、確実になってきましたからね、確実に打てるようになってきた、これはやっぱり一つの強みですね。そうですね、試合ごとに成長しています。新しい全日本の選手にも選ばれている井上、サントリーを仕込みました。14番の上田、得点は5対5の同点です。古川トスアップ、4番の笠間、チームの中心選手として日本高校を引っ張ります。笠間が前衛にいます。ブロックの上、サントリー奥野、今日なかなか素晴らしいプレーを見せています奥野です。サーブはアウトになりました。5対5からサイドアウトが続きます。笠間が下がって前衛には井上が上がっています。日本交換、サーブレシーブが乱れた。井上、ワンタッチありました。難しいトスをよく打ちましたね。よく打ちましたね、はい、ちょうど真後ろから来る難しいトスをよく打ちました井上。日本交換ポイントで6対5。宮本です。ここはサーブを強めに打って崩していきたいサントリーです。浅間がうまくレシーブ、花輪のスパイクの方が勝りました。黙って黙々と本当にやってますね。やってますね。第2セットの中盤からコートに入っていますベテラン選手の花は32歳になりました。サイドアウトです。花君が入ったことによってですね、チームは少し落ち着いてきたんじゃないでしょうかね。そうですね、このリーグに入りまして体重も4キロ減りまして体の動きも良くなったと話していました。花はですがね、かつてはワールドカップ世界選手権全日本の選手として一時代を築きました花輪です。復調しています。笠間のバックアタック決まりました。嬉しそうな表情です笠間です。笠間と井上が当たり出した。はい、やはりこの笠間井上両センターが力を発揮し出すと後半強いですからね。もともとセッターの古川君は、はい、いいセッターですからね。そうですね、自由自在のトスを上げます。サントリーのスパイクです。5対7、2点差を追うサントリー。サーバーは佐向、花輪、古川、そして速攻井上、見事なコンビプレーです。これが出るといいんですね。そうですね、もうぴったりやってきましたね。はい、吉田さん、はい、宮城さんどうぞ。テレビをご覧の中にも井上選手のファンというのが多いと思うんですけれども、2月の14日がバレンタインデー、その次の日がなんとお誕生日だったんですね。あ、続いたわけですか。はい、はい、そして14日の日には、なんと独身寮に宅急便のトラック4台分のプレゼントが届いてたんですよ。トラック4台ですか。はい、やはりすごい人気ですね。はい、すごいですね。どうするんでしょうかね、その点もらってね。その井上がサービスエースを決めて8対5、日本交換リードを広げます。今度は深いサーブ、サントリーネットタッチ。やはりこういうところでサントリーこう我慢してもらいたいですね。そうですね、ここなんですね。9対5、差が4点になりました。大子監督作戦タイムです。慌てないで、ずっと頑張ってしてるんだからさ、それが緊張感がやっぱり抜けちゃうんだな。頑張って頑張って、一本取られたらな、進まないように頑張ってな。行こう、気持ちしかないよ。それでは仕事で、はい、パワー。このリーグ現在5位のサントリーですが、日本交換をはじめ富士フイルム、新日鉄、あるいは日本タバコといった上位のチームにどうしても勝てません。攻撃力はあるんですが、
守りに回りますと脆さが出ます、ミスが出始めます。そこのところをなんとか締めて戦ってもらいたいサントリーです。日本交換のブロックはアウトになりました。サーブ権を奪い返しましたサントリーです。サントリーはセッターの山本がルーキー、そして先ほどまでいたセンターの阿部もルーキーと、新人が2人レギュラーに入って戦っていたんですが、やはりその辺のところがまだこうレベルアップにつながってないようですね。そうですね。ですからまだサントリーの場合ですね、はい、まあ、リードしていく選手といいますかね、それがいないんですね。なるほどね、はい、ライトからブラッドンが決めました。ですから奥野君なんかがですね、今日はまた、はい、非常にこう当たっているわけですからね、もっとぐん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 引っ張っていけばいいんですけどね。そうですね、もう奥野選手もそうい う立場になっているわけですからね。もちろんそうですね、はい、6対9、3点差を追うサントリーです。センターから4番の笠間、一方の日本交換は優勝争いからは一歩後退しましたが、3位の座をなんとか確保したい今日の試合です。島岡君も言ってたんですけどね、全般そのあれは誰だったですか、阿部君だったですかね、はい、怪我をした、それから腰痛で野村君、はい、それでまた今度はルーキーの桑田君ですか、桑原です、桑原君ですね、はい、非常に怪我で泣いたということを言ってましたね。ですから怪我がなかったらですね、はい、優勝の一角にですねまだ残ってると思いますよ。そうですね、確かにこのセッターの古川を中心にして笠間、井上と全日本クラスの選手が2人入ってるわけですから ね、10対6、日本交換がリード。サントリー上田、ここでサントリーメンバーを変えます。上田に変えまして6番の竹本がピンチサーバーです。東海大学から入って2年目の選手、ピンチサーバーの竹本。交換のコートに汗が飛び散りました。係員が拭き終わりました。試合再開です。6対10、4点差を追うサントリー。古川速攻、笠間、サントリーつないでいます。センターから奥のフェイント、味のあるプレーです。サントリーが1点を返して7対10、日本交換、島岡監督作戦タイムです。あ、ボード、絶対もう安心しちゃいかんで、はいはい、さあ、頑張ろう、頑張ろう、さあ、頑張ろう、頑張ろう、先に先に、はい、よまず1本、まず1本、カットの先に、はい、はい、さあ、行こう、ストップ、はい、安心するなという島岡監督。中野さん、やっぱりリードしてきますと選手としてはちょっとこう気が抜ける場面もあるわけですか。そうですね、やっぱりホッとするんでしょうね、はい、そこを締めていこうという日本交換です。古川、一人時間差、笠間、よく決まっています。笠間、古川のコンビ攻撃。第1セットはサントリーが取りましたが、第2セット、第3セットと日本交換、この第4セットも日本交換がリードしています。サントリーライトから奥の日本交換はブロックですが、ブロックはダメ、サイドアウトです。サーブ権サントリー。サーバーは山本、これからトスアップ、サントリーのブロックはアウトになりました。ここで笠間が後ろに下がりました。ピンチサーバーです。9番のつづら番のピンチサーバーです。ここは一気にサントリーを突き放したい日本交換。山本、そしてレフトから拾っています。3交換、ブロックはアウトです。2番の花輪のスパイクが勝りました。宮本のブロックはアウト。この1点は大きいですね、はい、11対7リードを4点に広げました日本交換。花輪です。
度はサントリーのコンビ攻撃です。3番の宮本、向こう側セッターの山本、奥野が下がってグラットンが上がってきました。サントリー交換、野村、野村のレフトからのスパイクです。野村君はノーマークの選手ですからね、はい、少し野村君回してもいいんですけどね。そうですね、確実なスパイク打ってきますからね、はい、山本サイドアウトです。9番の佐藤が決めました。ここでサントリーは竹本が前衛に上がってきたところで14番の上田をコートに戻しました。ここはサントリーはブロック強いですからね、はい、1本ブロックで止めて、そして調子に乗りたいですね、はい、しかし古川がレフトにトスを上げて澤田が決めました。ブロックの薄いところにやはり古川はうまくトスを上げてますね、はい、サントリーグラットン、ワンタッチありました。グラットンのスパイクが決まりました。7対11、4点差を追うサントリーです。古川中で打ちました。古川頑張ってますね。頑張ってますね。頑張ってる、はい、サントリーグラットン決まりました。グラットンがサーブで下がります。前衛には奥野が上がってきました。上田、奥野とおります。サントリー、さあ古川が2で返した。3番の井上、サントリーホールディング、バックアタックを見せました。井上はつらっとした表情でプレーを続けます。井上、アウトです。上田のクイック攻撃はアウト。ちょっとミスが目立ちます ね、 12対7、勝利まであと3点に迫ってきました。日本交換、レフトから奥野、交換ブロック、古川のブロックポイントです。完全に調子に乗っかりましたね。そうですね、13対7、日本交換が着々と得点を重ねます。2番の花輪、どうか、追い切れません。日本交換14点目、ついにマッチポイントを迎えました。サントリーはですね、これずるずるいってはいけませんね、はい、そうですね、ここはなんとか食い止めて流れを、ブロックです。ブロックポイント、日本交換勝ちました。第1セットはサントリーが取りましたが、その後第2、第3、第4セットと日本交換が3セット連取、3対1で日本交換がサントリーを下しました。これで日本交換は12勝6敗、3位の座にまた一歩前進です。サントリー敗れました。中野さん、はい、笠間、井上、両全日本選手、今日はどうでしたか。もう今日は、まあ、80点以上、80点以上、あとはですね、彼たちにその、まあ、望みたいところはですね、はい、まあ、守備をですね、これから頑張ることだと思いますね、はい、非常に良かったんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、そして今年はオリンピックの代表権をかけましたアジア選手権などがあるんですが、はい、全日本選手なんとか頑張ってそのオリンピックの切符を手に入れてもらいたいですね。 そうですね、はい、そして、まあ、出場権を取ってソウルでですね、はい、まあ、約3位以内にね、なんとかメダルまでこぎつけると、はい、いうことをお願いしたいですね。そうですね、その全日本選手の笠間、井上両選手がなかなかいいプレーを見せました。日本交換がセットカウント3対1でサントリーを下しました。解説は元全日本監督の中野直弘さんです。中野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、次回のビッグスポーツは3月の14日になりますが、3月14日、第1回の室内陸上の世界選手権をお送りしたいと思います。
アメリカインディアナポリスで行われます。カール・ルイス、ベン・ジョンソン、セルゲイ・ブブカが出場します。どうぞお楽しみ。それでは三重県の鈴鹿市立体育館からこの辺でお別れします。